こんにちは、みずきです。今回は Q10 のメガキットボックスを紹介していきたいと思います。はい、ということでこちらが Q10 メガキットになるんですけど、2月1日木曜日から2月7日の水曜日まで 20% メガポが開催されていて、期間中購入金額の 20% がポイントに還元されるキャンペーンです。で、前回同様ね、このメガキットボックスも当たるチャンスがあるので、ぜひ最後まで見ていってください。じゃじゃーん。今回かなり豪華ボックス。はい、まず1つ目はビヨンズフィトコラーゲンアイセラムスティック 15ml。 2週間で張りのある若々しい目元へ。あ、このタイプだね。うん、こんな感じで液体が出てきたら、おー、気持ちいい。これをこう目の周りにくるくるして使う目元用の美容液ですね。ここがね、すごいひんやりしてて気持ちいい。で、香りもね、変になんか強すぎず、なんだろうな、オーガニック系の香りがします。はい、続いてセンテラアンプルシカ 100% 鎮静美容液 55ml。 私ね、このセンテラのサンセラムをね、すごい気に入って使ってるんですけど、それの美容液のミニサイズ、最高品質のマダガスカル産シカ 100% を使用して即鎮静。うん、美容液にしては結構サラッとした質感ですかね。あ、かなりみずみずしい。で、香りもほぼない。しかもスッて肌に入っていくので、ベタつくタイプが苦手な方でも使いやすそうです。はい、続いてこちらです。マジックティーツリーオイル 20ml です。ティーツリーを5倍濃縮、トラブル肌をしっかり整える。私ティーツリーもね、好きでよくパックで使ってます。はい、こんな感じで、あ、これね、匂いがね、なんだろう、ハーブ系、なんかスースーするような匂いがしますね。これはおそらくね、あの綿棒とかでこうニキビにツンツンっていう感じで塗ると思うんですけど、うん、なんか塗ってもね、スースーする感じがあります。しかもね、これ結構口コミも良くて、ちょっとニキビができたら使ってみようかな。はい、続いてこちら、アヌアのナノレチノール 0.3 ナイアシンリニューイングセラム 30ml。 美白シワ保湿キメにアプローチ、肌年齢をダウンするセラム。まあレチノールなので夜に使う美容液かな。お、黄色い、伸びがいい。香りもね、なんだろう、そこまできつくないっていうか、私が使ってるレチノールよりも香りは優しめかも。まあレチノールはね、ほんとほうれい線だったりシワとかたるみにすごくいいので、一旦今使ってるレチノールを休憩して 1,2 週間これを試してみようかな。はい、続いてこちらです。サミュの PH センシティブクリーム 50ml。 プルモチ肌へケアする密着保湿クリーム。これのね、パックがすごい良かった記憶があって、今回クリームを試せるので楽しみです。結構たっぷり入ってますね。ちょっとここを使ってみます。あ、この香りだ、すごいいい香りがします。多分パックと同じような香りだった気がする。なんかね、香水まではいかないんだけど、石鹸系のルームフレグランスみたいな、すごい柔らかいいい香りがします。しっかり潤ってはいるんだけど、この塗った表面はそんなにベタつきがないというか、使いやすいクリームですね。でもかなりしっとりはしてる。はい、続いてこちら、モレモのヘアエッセンスディライトフルオイル 150ml。 乾燥してパサつく髪を柔らかく落ち着かせるツヤ栄養ケア、ミニサイズだね。私これのね、あのヘアトリートメントはね、使ってるんですよ。今もね、お風呂場にあるんですけど、うん、香りもあのトリートメントとほぼ一緒だ。一時期ね、何だったかな、なんかすごいバズってて、で私もそれで気になって使ってみたんですけど、本当にトリートメント良かったので、このオイルもね、ちょっと期待して使ってみようと思います。はい、で残りは全部コスメですね。じゃじゃん。ビタミンダークスポットトーンアップサンセラム SPF50+ PA4+。 ビタミンが入ってるサンセラムだって。なんかつぶつぶが入ってますね。はい、こんな感じで、ちょっとね、ピンクベージュっぽいつぶつぶが入ってるんですけど、
これを伸ばしていくと潰れて、ちょっとね、トーンアップする感じだね。若干こう白っぽくなってる。あー、これは綺麗かも。かなり自然。うん。あ、で、香りがね、グレープフルーツ系の香りがします。そうだね。グレープフルーツカプセルだって。あ、でもこれ一応美容液って書いてあるから、朝のスキンケアの最後に使う。まあ美容液とはいえ、やっぱ日焼け止め系、下地系の部類かな。まあでもメイクしたくない日の日焼け止めとして使うのはいいかもね。ちょっとトーンアップもするし、かなり使えそうです。はい、続いて、インクフェザーカバーラスティングクッションファンデーション。羽のように軽いセミマットクッション。崩れ方が綺麗で長持つ肌表現。すごいね、パッケージが鏡みたいになってる。中はこんな感じで、ちょっと使ってみようか。まあ香りはファンデーション系の香りがしますね。でもなんかその中にちょっといい香りがする感じで、パフは若干雫型、まあほぼ丸型なんだけど、ちょっとここに角があります。お、これは結構なんかカバー力がある気がする。カバー力っていうかね、肌がねめちゃくちゃ綺麗に見えます。お、これはいいわ。で、なんかね、しっとりしてるので、乾燥もしづらそう。うん、これは期待できる。使うのが楽しみ。はい、続いてこちらのハイライター。カラーは05番のピッチムーン。上品かつナチュラルなツヤ感と自然な立体感を楽しめるハイライト。使いやすそうなカラーですね。パールが結構細かめかな。お、この質はね結構サラッとしていて柔らかいです。しかもかなり発色が良さそうです。おお、うん、これは綺麗だね。しかもかなり肌に馴染む。なんかこうギラギラしすぎてないというか、ほんと上品な感じ。誰でも使えそうなハイライトって感じです。ちょっとピンクベージュ系かな。温かみのあるハイライトです。これは目元とかにも使えそうだし、うん、早速ちょっと次のメイク動画で使います。はい、続いてこちら、ウィンクアイシェードプライマー09番。ピタッと密着して崩れることなく目元の陰影を長時間キープ。わあ、かわいい。ミニサイズだ。こんな感じのチップタイプですね。アイシャドウとかを塗る前にこれを塗って、ちょっとこうくすみだったり肌補正をしてアイシャドウのつきも良くして使う感じですね。まあこういうのはね、シンプルに持ってて損はないので。しかもね、カラーがねほとんどないので使いやすそう。ヌーディーなカラーです。続いてこちら、エンドルージュコベット03番。6種のヒアルロン酸とピンクフラワー配合で唇を保湿する。はい、カラーはブラウン系。お、かなり見た目はマットなんだけど、これ保湿系のリップなんだって。うん、香りはねほぼないかな。うん、あ、やっぱマットだね。でもなんかマットだけど、こうしっかり保湿されてる感じがある。ほんと乾燥しづらそう。うんうんうん。ぼかしても可愛い。ああ、使いやすそうだわ。はい、続いて、デイジーク。メルティングキャンディーバーム01番。使いやすく量の調節しやすいワンクリックグロースティック。これさ、確か人気だよね。この上をカチカチっとして、こう少しずつリップを出していく感じ。うわ、すごい。もうグロスだね、ほぼ。まあグロスほどはないんだけど、ほんととろけるリップみたいな感じで。発色はね、しっかりしてるんだけど、この透明感がね、すごく可愛いです。グロスいらずのリップだね。で、これカチカチして出したらね、戻せないので、出しすぎ注意ですね。はい、そんな感じで全部紹介し終わりました。で、前回同様ね、このボックスと同じものが当たるキャンペーンというのをやってるんですけど、期間中毎日応募ができるので、気になった方は概要欄からチェックしていただければと思います。ちょっといろいろね、スキンケアとコスメたくさんあったんですけど、早速ちょっとしっかり使っていこうと思うので、またスキンケアの動画だったり、メイクの動画で出てくると思います。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。では、